たしましたセミナーを開始いたします。それでは岡田直行様、よろしくお願いいたします。岡田でございます。よろしくお願いします。ゲートドライブ方式によるサーボモーターロボットフィンガー製作のプロということで、世界トップレベル高トルクモーター搭載のロボットフィンガーをの、制作を行っておりまして、それを今日ちょっと発表させていただきます。実は担当の者はアメリカにいるんですが、日本語での発表ということで、ちょっとレクチャーを受けまして、今日はここで発表させていただきます。でまず最初に、SMAC コーポレーションなんですが、米国カリフォルニアで1990年に設立されました。当初は組み立て機械の製造から始まりました。カリフォルニアですが、カールスバットというところで、近辺は、キャラウェイ、テーラーメイド、コブラというあのゴルフメーカーのメッカーというところので、私たちそこに本社を持っております。組み立て機械の製造から入りまして、その後組み立て作業の自動化工場に着手し、独自のアクチュエーターを開発し、製造販売を行っております。1995年に、特許技術を生かしたムービングコイル、ボイスコイル方式の、電動アクチュエーターの製造、販売を開始しています。手作業を自動化するだけでなく、付加価値の高い次世代アクチュエーター技術と製品を供給し、自動車半導体、電子半導体、コンスーマーエレクトロニクス、医療機器、パッケージングなど、さまざまな部門でオートメーションシステムのパフォーマンスの向上を追求し続けております。これら主にピックアンドプレイスのビデオですが、こういうところで弊社の製品が使われております。これはボトルのエジェクションで、まずいものをこう弾いていくというようなところにも採用されています。次は、ネジ穴の検査なんですが、ネジ穴の検査等にも、弊社の、アクチュエーターがを使ってですね、これも、ネジ穴の検査と、そのような会社なんですが、技術の革新に伴ってですね、人間対マシンということで、社会に貢献できることはないかというところで、私たちの技術を使って、製造過程の向上に役立つようなものが作れないかということで、特にフィンガー、その最も繊細な部分をの、ものをちょっと作る試み を始めています。ロボットフィンガーハンドの必要性、人の手と同じように機能するロボットフィンガーのハンドが必要と言われています。それは多くの仕事が人の手によって作業が今でも行われています。It takes around 5 days and 325 sets of hands to assemble an iPad, they tell me. And they can turn a raw hunk of aluminum into a sleek design, complete with the bitten Apple logo, at the rate of 10,000 an hour. It takes around 5 days and 325 sets of hands to assemble an iPad, they tell me. And they can turn a raw hunk of aluminum into a sleek design, complete with the bitten Apple logo, at the rate of 10,000 an hour.It takes around 5 days and 325 sets of hands to assemble an iPad, they tell me. And they can turn a raw hunk of aluminum into a sleek design, complete with the bitten Apple logo. それとともにですね、弊社が、アンダーライターズラブ、これアメリカの準公共機関のラボなんですが、そこに訪れた際に次のような、条件を受けました。
人間のようにタッチスクリーンをスワイプできて、情報作業をフィードバックできるようなロボットフィンガーの製作ができないかなと思います。この上側のが弊社のアクチュエーターなんですが、弊社のアクチュエーターはワークへのソフトランディング、そして押し込んでタイピングするとか、こういうことは可能です。これはビデオなんですが、それとともに、スライドのアクションでこうスライドで、もう一つディメンションを増やした形の動作が、できないかということで、弊社で、研究を進めることになりました。なぜ指を持ったロボットがないんでしょうか。人の手によって行われる作業をコピーできないため、工場へのロボットの普及が遅れているようです。何が問題になっているのでしょうか。まずは推力ということなんですが、人の指は指先で約10ニュートンの力で物を押すことができます。指は細く関節があり、直径は20ミリメーターから30ミリ。これは第三関節のことだと思うんですが、指は微妙に推力を調整し変えることができます。次に柔軟性ということなんですが、指はまた柔軟であり、一つの動きが終わりに達するまで外部の力を簡単なく吸収して調整することができます。それではこのようなアプローチの中でギアのついたモーターは解決策になるかということなんですが、ギアのモーターは動作時に外部の力によって容易に損傷することがあり、またバックラッシュがあるために、微妙な調整ということが難しい。また低電力で動くロボットフィンガーには小さくて強力なディレクトドライブ方式のサボモーターの使用が不可欠であるためです。強力で小型のモーターの開発ということで、これが弊社の開発の歴史というようなものなんですが、課題として、小型パッケージで十分に高いトルクを発生するモーターの開発に取り組んでいます。この D ですが、これは水性の商用のディレクトドライブモーターで、48V、3A で60ミリニュートンメーターのトルクを発生することができます。しかし問題は次のようなところにあります。指先で10ニュートンの力を出すためには第三関節の最低トルクが約200ミリニュートンメーター必要です。またサイズ的にもこのモーターは40mm、45mm のサイズだと思うんですが、モーターの直径は 20mm から 25mm の範囲に収めるということが必要です。当初一番最初に作りましたプロトタイプのナンバーワンの A のモーターですが、これは直径 35mm のモーターから始めました。このモーターでは、水性のモーターが出しているトルクと同じようなモーター、同じようなトルクを発生するということはありました。今現在使われてます C のモーター。これは直径が25ミリで最大電力 1.5 アンプ。48V で、作動します。この開発についてなんですが、このモーター第3代目で SMAC のムービングコイルの設計に、基づいて開発されています。140ニュートンミリメーターのトルクを有して、指先で約7ニュートンの推力を出すことができます。でロボットフィンガーの関節部分のモーターは回転軸分解能で、
0.023 ディグリーパーパルスのエンコーダーを内蔵して、部分回転サボモーターです。ということはモーターなんですが、可動域がプラスマイナス45度、トータルで90度をあるということです。SMAC の独自のコイルと、磁気回路の設計なんですが、によってモーターの直径比に対して高いトルクを実現することができています。これちょっと見られたらもう一回お見せします。ビデオの部分なんですが、指でスワイプしている動作を、この僕らこれをゴリラフィンガーというんですが、ちょっと大きいんで、第一関節がなくて第二関節、第三関節だけですね。まず最初にロックインを解除します。それでスワイプを始めます。もう一度押し直して元の画面に戻してから、もう一度スワイプする。モーターですが、一つ目のモーター、これは第二関節部分に当たりますが、は25ミリで、一つ目のモーター直径が25ミリで第二関節部分に当たります。で第三関節のモーターは35ミリで、トルクは630ニュートンミリニュートンメーターありまして、指先で7ニュートンの水力発生。このモーターの付け根には、当たる部分に、左右に触れるような、モーターがついていまして、これは、弊社のムービングコイルアクチュエーターリニアモーターの技術を使って作っております。2つのモーターは指の人の指関節と似ています。プラスマイナス45度の範囲で動き、またモーターが連動することでロボットフィンガーは人間の指に近い動きをすることができます。これらのモーターの重量は 350g です。ソフトランディングなんですが、まあ、ムービングコイルのアクチュエーターの技術の一つの、私弊社の技術の一つの中に、柔らかく表面にタッチするという技術がありまして、高速で、動いてから、ゆっくり、表面に接して、そこでのサーボエラーを呼びまして、過剰な、力が加わらないようなそういう技術を持っております。より小さくて、今お見せしました、先ほどお見せしましたゴリラフィンガーですが、まだ、だいぶ大きいので、より小さくより小型にということで、弊社のモーターを見られました、日本の自動車メーカーの方から、日本人の関節はおよそ20ミリであるということが言われました。そういうサジェッションをいただきまして、弊社で、より小さくモーターができるように努力をしております。それが、第4世代の不毛モデルなんですが、現在、設計中でございまして、トルクを現在のものから 50% から 60% 向上させて、させる予定であります。この設計によりまして、モーターを縮小させ、ロボットフィンガーを日本人女性の指のサイズに近づけるよう努力したいと思っています。また、可動の電流を500から750ミリアンプの範囲に、
減少させるということが課題となっております。最終的な目標は48V で最大600mA DC アンプで、指先に必要とされる水力10Nを供給できるモーターを製造しようという努力をしております。これは FUMO4モデルの、トルク計算なんですが、現在の FUMO3 のモデルに対して FUMO4 ではですね、直径が 25mm からこれ第二関節ですけど最初のモーターを 20mm にして、第三関節にあたる第二モーターを 35mm から 30mm にする。で、計算によるとやっぱりちょっと、1.5A でトルクは落ちる、ファーストモーターのトルクはちょっと落ちるんですが、第三関節にあたる2番目のモーターはそれほど大きな、サイズが減少をしている割にそれほど大きなロスがないように計算、とりあえず今のところの計算にはなっています。より小さく小型にというこの技術の、私たちの技術の開発が弊社の、製品にも反映されて、いるというところをちょっとお見せします。ロボットフィンガーで開発されて得られた技術は、弊社のムービングコイル式アクチュエーターにも適用されております。開発製品の CLB シリーズは効率の良い磁気回路により12000ガウス以上の時速密度を得ることができました。今までの標準製品レベルだと、5000ガウス程度なんで 1.5 倍ぐらいの増加となっております。さらに水力パートルクを 50% 増加することが可能となりました。可能となるようなコイルとマグネットのアレンジメントを開発しております。これは特許出願書です。これらのユニークなデザインにより新たな技術は強力な部分回転モーターにも役立っております。親指とコントローラーということで回転軸の増加により、親指となる軸のレイアウトも始めております。外に、SMAC の市販製品なんですが小型のコントローラー、このサイズのコントローラーなんですが、これを搭載した多軸コントローラーは初期のテスト段階にも入っております。マスターコントローラーでは最終的には50軸まで、この小型のコントローラーは使えるように処理できるようになる予定です。現在提案しています、 SMC が提案していますロボットハンドには16軸まで、搭載される、16軸搭載できるようなマスターコントローラーを製作の予定になっています。2016年秋までには弊社のマスターコントローラーと CBC コントローラーによるコントロールされた指と親指の組み合わせというものを弊社内で作業に使用したいというように決めています。またマスターコントローラーは2016年には販売予定です。フューチャーということなんですが、ちょっとお見せします。コントローラーが動作を覚えております。これらの高速プログラムには動作をコピーするようなプログラム技術が一般的、このような一般的なんですが、弊社では接触型の装置を用いて
動作を追随するような違う方法も検討しております。日常作業に必要な動きのプログラムができてユーザーフレンドリーな人工半導義手になるようなことが現実的になる、こういう技術をクリアできることによって現実的になるでしょうと。そして技術の進歩により、小さな部品を組み立てるような最適な小型のスカラロボットは市場に浸透していくものと思われます。これがマイクロスカラロボットです。 MSR、 弊社ではこのロボットを MSR またはマイクロスカラロボットと呼んでおります。現在ブースの IR3-34 に弊社のブースがありまして、そこで実演中でございます。マイクロスカラロボット MSR、この5軸のマイクロスカラロボットは SMAC ロボットフィンガーを搭載し、低い電流でより高いトルクを出すことができます。MSR は可動部質量が低く、デリケートで壊れやすい部品などの組み立てや検査に最適な自由なカウントコントロール、ソフトランディングの機能があります。また MSR は2016年4月からベータサイトで顧客に供給される予定になります。今後お客様の要件にさらに合うように機能を調整するという予定でございます。結論ということなんですが、工場でロボット導入を妨げている原因の一つは、実際に技術的に役立つロボットの指や手が不足しているためだと思います。今この障害を克服するようなことが可能な段階に来ていると思います。この技術が実証されるときに、これまでロボットの手先が不器用だったために進出できなかった領域へ、ロボットたちが拡大、ロボットの使用が拡大されるというように思われます。これはまた一つの大きな第一歩と思われます。短い時間なんですが、回廊、磁気回廊と、コイルの設計について詳しいご説明がちょっと今特許出願中ということもありましてできなくてですね、短い発表なんですが、これで終わりにさせていただきたいと思います。何かご質問がありましたら。今日はどうも、ご清聴いただきありがとうございました。